マコームズビジネススクールレッド・マコームズ・スクール・オブ・ビジネスは、アメリカ合衆国テキサス州オースティンにキャンパスを、有するテキサス大学オースティン校のビジネススクール。全米トップ校の一つで、会計学、アントレプレナーシップ、情報技術の分野で有名。特に会計学では、圧倒的な評価を得ており、US ニュースの分野別ランキングで、毎年全米1位を維持している。 2018年度の US ニュースでのランキングは17位。学士課程経営学習士課程会計学習士課程博士課程エグゼクティブ MBA、パートタイム MBA と幅広いコースを提供し、常時6000人程度の学生を有する。アルムナイの数は世界中で8万8000人。テキサス大学オースティン校が1883年に設立され、その後、 ビジネススクールが1922年に設立された。1948年には会計学習士課程が開設され、1955年にはエグゼクティブプログラムが開設された。2000年に地元テキサス州出身の実業家、レッド・マコームズから5000万ドルの寄付を受け、学士課程と大学院を統合して、現在の公明に解消。 1984年にこの学校で始められたムートコープは現在も存続するインタービジネススクールのビジネスプランコンテストとしては世界で最も長い歴史を持つものでありマコームズスクールの強みの一つであるアントレプレナーシップ教育の礎として今日に至っているマコームズは6055人の学生を有する内訳としては学部生4380人 大学院生1675人、博士課程97人。すべての学部生はオースティンのメインキャンパスで授業が行われているが、大学院からはダラス、ヒューストンなどでも授業が行われている。また、非常にフレンドリーな校風であり、その要因は、クラスサイズは1学年、約250名程度という小規模スクールであることと、何より、その35%が、 アメリカ人の中でもフレンドリーな敵さん、そして30%の留学生の中でも多数を占める中南米人たちの陽気な気質のためである。マコームスの協調的な興奮はテキサス州の歴史的な背景からも影響を受けている。テキサス州の特徴としてローンスターからもわかるように独立色が非常に強いという点が挙げられる。また過去の歴史の中でテキサス州が 一致団結してメキシコとの戦いにおいて独立を守ったことの背景などから団結力、協調性の高い州であり、マコウムスもその気質を受け継いでいると言われている。ありがとうございます。